骨盤周辺筋のエクササイズ。両手両足を伸ばして座り、ボールを胸の高さで持ちます。ボールに沿わせて左手を前に出しながら、同時にお尻の左側を前にすり出します。これを左右交互に繰り返し、30センチほど前進したら同じ要領で後進し、元の位置に戻ります。ボールを前後にスライドさせることで肩甲骨の動きが加わり、効果が倍増していきます。終えたら元の位置に戻りましょう。